さっきまでお姉さんとかもそこにおったと。うわ、いない。瞬間移動か。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、何時って言った?いや、しないです。今夜の2時に作戦スタート。牛小屋で待ってるから遅れないでね。了解です。今夜2時。ってことはとりあえずだ。まあ一応さっきの場所で一旦どこでもセーブはしとるけん。時間の流れを元に戻そう。これエポナ乗っていけるんかな?持ち出しは禁止かな?エポナ。どこ?エポナ。これか。上、左、右、上、左、右。上、左、右、上、左、右。おいでー、ポナ。あ、来た来た。お、やっぱ乗って。なんかちゃんと操作できる気がしない。あれやな。深夜2時直前ぐらい、あ、こんなとこで牛のお世話してた。あ、違うんすよ。降りたかったんだ。ちょっと降ろしてね。さっき私はいっぱい何を獲得したんだちょっとよくわからないんだけども。どうも。あら、あんた町の方から来たの?はい。ということは、ミルクロードが開通したんだ。よかった。クラクターにミルクを配達できるわ。シャトーロマーニの里、ロマニー牧場へようこそ。ゆっくりしていってね。ありがとう。乗って出て行こうとしたら止められるかな。てかマジでさ、乗ってすぐ全然。違う、動いてくれ。めっちゃ回転するよ。動いてください。やばいね、乗り方がわからなすぎて。エポナでさ、草に突っ込むだけで、アイテム取れる感じ?なんか矢が補充された。あ、出て行っても止められない。これエポナに乗ったまんま人に話しかけれるんかな?うわ、操作慣れねえ。どうも。全然話しかけれそう。そのチンケなのはお前の馬か?俺はてっきりロバかと思ったぜ。なあ、弟。そんなチンケな馬でも、スティックを前に倒して A で鞭を入れれば走るのか?めっちゃ説明してくれる。こいつは面白いや。10ルピーで俺たちと勝負しねえか?勝ったら僕ちゃんにいいものやるぜ。なにやる。勝負は簡単さ。トラック一周して、俺たちより先にゴールしたらお前の勝ち。準備はいいな。よし。なるほど、二人と勝負なのか。なんかめちゃくちゃムチ使うやん、君たち。あ、待って、全然いけそうな気がしない。そして木にめちゃくちゃぶつかる。ねえ、待って、二人とも。ゴールどこ?これ、ジャンプとかできんかったっけ?分からん。とりあえず避けたけど。あ、定期的に補充されるんすね。定期的にというか。え、なんかジャンプした。あ、待って、あそこゴールじゃない？なんかもうめっちゃ走り去っていくやん。えへん、勝ち。なんならもう一度してやってもいいんだぜ。じゃあしてくださいよ。あ、そっか、ルピーが取られてゆく。つらい。スタートダッシュ的なものあるんすか、これ。マリオカートみたいに。で、マリオカートこんな感じの音楽じゃなかった？何やったっけ？モーモーカントリーとか。違ったかな。なんかこんなような感じな気がしたんやけど。頑張ってくれ、ポナ。もうここ飛び越せたらだいぶ違くない？あ、飛び越せるやん。ほら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 。で、まあわざわざ飛び越しに行く必要はないけど。ね、避けんでいい分。ここは高かった。最後の最後高かった。くそー、悔しい。あ、じゃあ最後ラスト1回。ルピーがないけん。あ、無理。あ、もう全然無理。ダメだな。くそー、もう無理だよ。ルピーがねえよ。ノリの悪いやつだ。だからお前は出世しないんだよ。うるせえよ。私のエポナどこ行った？エポナ、帰ろうぜ。くっそー。あ、夜になったよ、夜に。てか、エポラ乗り出ししても全然何にも言われんねやね。まだまだ全然あれだな。ね。できる気がしねえな。最初の夜、あと60時間。さあ、深夜2時。これエポナに乗ってやらんといかんのよね。幽霊。無理じゃね？エポナに乗って弓矢でやらんといかんのよね。無理じゃね？はあ。あれ？なんかついさっきまでさ、犬の鳴き声聞こえよって気がしたんやけど。あれ、中に入りました？なんか時間になったら瞬間的に入る感じ？さっきまでお姉さんとかもそこにおったと。うわぁ、いない。瞬間移動か。多分残り60時間。みたいなタイミングで切り替わったんやろうね、画面。みんな家に入ったのか？あ、いるいる。え、話してくれ、あ、びっくりした。話せるよね。1か？朝になったら牛を放牧するのよ。ロマーニシュって知ってる？禁断にして至高のミルク。シャトーロマーニの源。飲むと体の中から不思議の、魔法の力が湧いてくる不思議なミルク。幻のミルク、シャトーロマーニをお求めの方は、クロックタウン東口、バーラッテにぜひお立ち寄りください。あ、あれやろ、会員限定のやつやろ？会員証は？私の営業トークどうでした？ちゃんとマニュアル通りにできたかな？お姉様またそれ？もう聞き飽きたよ。マスターに頼まれたの。お仕事よ、お仕事。あ、そのマスターってのがおじさん？あ、ラッテのおじさんが、ってこと？ね。大人になったら寄ってやってね。大人になったらバーとは言いよるけどさ、牛乳出すんじゃないんや。レディはお休みみたいよ。おじゃま虫は退散しましょう。あ、8時になったら、眠りにつくんすね。なるほど。じゃああれだ。この後、幽霊がやってくるまで、とりあえず待機しようか。え、どの辺から現れたっけ？なんか最初からあ、でも、あれか、エポナの近くにおった方がいいんか。さっと乗れるように。じゃあ、とりあえず、エポナの近くで、待機します。マジでさ、あれ、ジュルジュルいうの何の音？ね、すごい気持ち悪いよね。え、エポナの音じゃないよね。何の音なの？どっかになんかいるんじゃないの？何もいないな。ねえ、めっちゃどこかに何かいそうな音じゃない？気持ち悪いんよね。なんか見えん位置にさ、あれやん、雲とかおったりするやん。はい、じゃあ、幽霊来るまで待機します。幽霊来る直前に、ちょっとどこでもセーブしとこう。来た？あ、違うの？そっか、まだ待ち合わせの時間か。え？どこ？え？どこ行った？え？ガチャって出てき、おっと、来た来た来た。いや、これマジでさ、前回さ、めちゃくちゃトラウマ級の映像だったのでね。え、これやっぱあれよね。違う。エポナ乗らん方がいいよね、確実に。知らんけど。はい。エポナ乗らんでもいいんや。じゃあ、エポナなしで行くね。あれ？よし。ああ。いけ。微妙にもしかしてこれ照準見えてる？ひ。痛い。待って、なんか、あー、ダメだった。あ、待って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 。これ、え、全方位からやってきてる？てか何体いるの？これストーリーに全く関係ないとかいうことないよね。え、だってさ、エポナはもう呼べるようになったわけやん。ちょっと待って、牛小屋から離れんとこ。上からとかいけんのかな？上からやったらさ、なんか全体的にちゃんと見れそうじゃない？いやでも上に上がれる気がしないな。ほら、やっぱ幽霊の動き、速くなっとるよ。くそー。動きのスピード上げんなって。はっ。いいよ。いい、怖い。待って、近い。よしよしやい。待って。はい。無理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 。無理、どこから来てんの？まあ、一旦ここでセーブしといてさ。一旦ここで整備しといて、まあ、関係あったらまたここに戻ってくるってことで、関係ないんじゃねっていう方を信じて、ちょっと、進めよう。私多分永遠にクリアできん気がする。まあ、とりあえず、あれだよ。エポノはゲットしたし。多分エポナさえゲットできればいいんじゃないかな。いいんじゃないかな。おそらく。この辺かな。この先は海の見えるグレートベイだよ。夜は物騒だから特に気をつけて。よし、ここだ。だって多分あれやろう。エポナ使って飛び越えんといかん柵があったんじゃないかな。それが飛び越えれたらもういいさ。めちゃくちゃ人出なし。発言がめちゃくちゃ人出なし。難しいもん。上、左、右。よし。上、左、右。上、左、右。よし。これでね、もう何回朝に巻き戻そうが、エポナは呼び出せるんで。来た来た。ありがとう。今、牧場大変なことになってない？動かせね。あ、よしよし、オッケーオッケー。痛い。あ、向こうがダメージ受け取った。え、これ飛び越せるか？え、無理じゃね？待って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 。え、助走つければいける？これ。お、いけた。いけたわ。やったー、さすがエポナ。え、行き止まりじゃない？そんなことないんすか？グレートベイの海岸。ほら、やっぱり、進めたよ。エポナさえゲットすれば。お。避けれるのか。下ろしてくれー。違う。下ろして。多分ここ横から行ける。よし。いつでも呼べるからね。何の音？グレートベイの海岸、地中生物リーバに注意。さっきから、こいつやろう？地面から出てきよる。おい。うわ、うざいぐらい出てくる。ここは何の建物？ん？なんか2つあるな、建物。ここは安全地帯かな。漁師の家、珍しい魚あります。なんか虫いっぱい出てきた。虫いっぱい出てくる。あの虫は多分、瓶で捕まえれるよね。え、捕まえれんかったっけ？あ、どうも。俺様はこの海で30年間魚を取っているんだ。魚を取ることだったらゾーラにも負けねえ。と言いたいところなんだけどな。最近は海の水がえらくあったかくなりやがって、生きのいい魚が取れなくなっちまったし。おまけに変な霧が出て、船を出すといつの間にか岸に戻されちまうんだ。漁師家業も大ピンチよ。ゴロンのところはめちゃくちゃ寒くなったのにゾーラの方は暑くなっとんか。そういや、沖の方でぐったりして浮いているゾーラがいたけれど。あら、もうダメだな。助けてやれよ、おい。何がダメなんだよ。沖の方。泳いでいけるかな。ここは？ここも家？海の雲館？もうめっちゃ嫌な予感しかしない。うわー、雲の音でしょ、これ。嫌だわ。爆弾よね、きっと。やだー。もうすでにいるよ、そこに。ちょっと待って。遠くから安全に狙ってこう。ちょっとこっち来て。ひ焦る。めっちゃ焦る。やめてよ、急激に。へえ。おったよね、今。やっつけれるかな。なんか出た。何あれ。何あれ。ゴロンになったら上がれるかな。いや、ちょっと待って。じゃ、この状態でちょっと。ねえ、それ何？それそれ。ねえ、全然拾えないけど。え、全く拾えないけど。よっ。あれ？これ。クモの巣じゃないのか。何なのそれ。え、やっぱあれがいるってことかな。でもあれ取れないんですよ。黄金のスタルチュラの魂を手に入れた。これで一匹だ。おう。待って、もう一回。あ、ダメだ。やっぱあれか、上に上がっていくときに取るしかない。あ、これ今取れそうじゃない？なんかもうちょいこの辺か。待って待って待って無理無理無理。取れた取れた。黄金のストルチュラの魂を手に入れた。これで2匹だ。で2匹じゃダメなの。めちゃくちゃ雲の音聞こえるな。どっかにいる？上とか。何あのマーク。あ、上おるやん。いや、取れねえ。いや、待って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 。取れない取れない取れない。え、それは